と掴めるはずだ。振り向けば誰も知らない都会で、心とは裏腹な生き方してる。いつか答えを確かめるまでは諦めたりしない。どこまでも激しく吹き荒れる風の中に立ち、突き進めば溢れる想いと信じた未来を掴めるはずさ。ファングの戦闘能力は普通の人間の約10倍です。量産型のためプロトタイプの外防具よりも力は劣りますが。直ちに実戦配備だ。シオンのガイファード捕獲作戦に手を貸してやれ。剣の竜本山、イスルギさん、本当にここに兄貴の手がかりがあるんだろうか。ガイファード、我々と一緒に来てもらおう。お前らも食らうんかよ。嫌だと言ったら。俺の名はゴルギス。逆らえば貴様は黒焦げだ。ミューティアかよ。やれるもんならやってみろ。スッ。見せてみろ、お前の力とやらを。よーし、特製剣。クソ、またかよ。捕獲しろと言ったはずだ。相手はガイファード。
あれくらいで死ぬとは思えない。直ちにダムの周辺を捜索しろ。そうか、マサトが。兄貴から何かお聞きになっていませんか。そうですか。お前、変わった気を身につけたな。はい。何のためにその力を授かったのか考えてみるがいい。授かったんじゃありません。俺は。人は皆定めによって生かされている。苦難や不幸は己の成長に必要な天からの授かり物なのだ。あらゆる苦難に打ち勝ち、全ての人々の幸せのために天の定めた役割を果たすことが神ながらの道。これこそが剣能流の心だ。役割を果たす。思えば雅人はこうなることを予期していたのかもしれん。豪に剣能流の究極奥義を授けてやってください。素直に聞くとも思えんが、豪の力は私より数倍勝っています。技、格闘センス、そして闘争心、あいつはもっともっと強くなる。剣能流は豪が継ぐべきなんです。俺には究極奥義を受け継ぐ資格なんてありません。俺の体の中には悪魔が住み着いてるんです。戦いを喜び、敵を倒すことしか考えない、もう一人の俺が。誰の心の中にも悪はある。その悪との戦いがあればこそ人は成長し、より強くなれる。誰でも心の中に悪を。だからこそ魂を磨き、悪に打ち勝つ正しい心を持ち続けなければならん。究極奥義はそのためにこそあるのだ。究極の奥義とは、万物を構成する五元気、すなわち木下土根水の木に星と風を加えた七種類の木を用いる攻防一体の秘技。攻撃には七色の必殺技、七星派、豪が会得した極星剣と鉄火撃の他に五つの技がある。さらに防御には七色の木を一体とし、木の鎧を身にまとう。これが奥義の中の奥義、外気層。臨兵当社会人列祭前。Shoot!
スン。くそ。臨兵当社会人列祭で付近に機械らしいものは発見できませんが、確かに見えない壁が結界とでも言うべきでしょうか。アークライト爆薬を使いなさい。山ごと吹き飛ばすつもりか。シールドを吹き飛ばせればよし。ダメでもガイファードをいぶり出せるわ。さあさあ、まだつかないのかな。地図だとたった5センチなんですけどね。どうして一人で行かせたりしたんですか、ドクター。何があるかわからんし、これ以上君たちを巻き込むのはね。もう十分巻き込まれてます。勝手なんだから。もそう、ストップ。あの剣能流の本山って何があるんだ。剣能流の奥義を極めた老師がいるんだって。道場で教えてるのとは別に裏の流派があって、両方合わせて真の剣能流になるんだってさ。あれ？カカオ！あのケースナンバー、アークライト爆薬か。何それ。ああ、高性能爆弾だ。一発であのダムぐらい吹き飛ばしてしまう。どうします、ドクター。よし、後をつけよう。君は何とかゴーを見つけ出してこのことを伝えるんだ。はい、ね、君は私と一緒に行こう。寝てるとクマに踏まれるわよ。気は単なる精神力などではない。すべてのものを生み出す大いなる命の流れ、自らの命をその流れと調和するのだ。
ぞ。待てボルギス。バカめ、ノコノコ出てきようってかかれ。この前とは下地違うぞ。無駄なことだ。まもなくこのダムは爆発する。山もろども消し飛ぶのだ。そうはさせるか。変身さえできれば。助けて、早く。ゴー兄さん。ありがとう。で、急ぐんだ。セカドだ。見せてやる、究極奥義。外気層。何だと。ユウ、見つけたの。気をつけろよ。電源を切れば。これはな、赤か黄色どちらかを切ればいいんだよ。どっちだよ、これ。あと30秒。あと20秒。くそ、あと10秒。エパ。ゼロだ。
なぜだ、なぜ爆発しない。悪を憎む心に天が味方した。貴様らの負けだ。おのれ、大きい爆雷波。よかった、助かったみたい。どうしてわかった。雑誌の占い、今週のラッキーカラー赤だって。無事だったか。あなたのおかげでひどい目に遭ったんだから。おい、ちょっと待てよ。お前がのこのこついてきたんだろ。なんで俺の責任になるんだよ。好きでついてきたわけじゃありません。改造された肉体と宇宙生命ファラー、風間豪の授かった力は究極奥義を得てさらに成長した。クラウンを倒すため戦え豪、それが君の定めだ。助け出せるのか。脱出遺伝子研究所、お楽しみ。